はい、それではお時間になりましたので始めていきたいと思います。次のセッションはですね、またちょっと違う観点からアプローチということで、 AWS から取られた桶谷拓也さんでワードプレスでマシンラーニングの力を聞いてよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ご飯食べたとかどうですか。食べてない方がいらっしゃいますか。はい、はい、今からはですね、40分ぐらいの時間いただきまして、一番眠たい時間だと思うんですが、少し分かりにくい話をでちなみになんですが、マシンラーニング知ってるよってはどれぐらいいらっしゃいますか。単語を知ってるというよりはやってますぐらいの人いますか。実際ワードプレス使ってますよって言っていらっしゃる。じゃあですね、早速始めていきたいと思います。でまずですね、自己紹介なんですけれども、私桶谷拓也と言いまして、 Amazon Web Service Japan 株式会社の大阪オフィスでソリューションアーキテクトあと好きなものはハイボールですね。今日はまだ飲んでないです。で、今日のハッシュタグ、こういう形になっているので、何かわからないこととかがありましたらここで投げておいていただければ、後で私がコメントしたりとか、あとはですね、つまらないとか何でもいいのでぜひしてください。後で見て私がニヤニヤします。で、あとこの資料を公開します。このスライド上ですね、私OKE03 とでいろんなアカウントがあって、まあ、そういったところで公開するので、また後で見ていただきます。で、今日のアジェンダはこんな感じです。ちょっとここでもう一度質問したいんですが、デザイナーの方っておられますか。じゃあ、それ以外で何かエンジニアの方。あ、多いですね。はい、はい、で、こういう感じでやっていきます。で、早速なんですが、まず、マシンラーニングとは何なのか。ですが、これウィキから引っ張ってきました。で、機械学習とは人工知能における研究課題の一つで、なんですが、じゃあここでですね、この人工知能ですねと、マシンラーニングの関係性をちょっと整理していきたいと思います。まずですね、こういう形になります。人工知能における研究課題の一つなので、マシンラーニングというのは人工知能の AI ですね、の中に内包されるということです。実際ですね、現在の人工知能はこういう形で2つに分かれます。まず上の方なんですが、ストロング AI と呼ばれる、まあ、汎用の人工知能ですね、そうですね、ドラえもんの頭脳とかそういったものをイメージしていただけるかも分かりますけど、人間のように知的な知能を持っている人間人工知能がこのストロング AI と呼ばれていますね。で、一方でウィーク AI というものがこれ何かっていうと、特定の用途に特化された人工知能なんですね。で、なので、人間のようにこう、自律的に何かするとかそういったものではないです。それを何かさせるために人間側でいろいろ手助けしてやってるそういったものなんです。で、違いとしてはこういうところですね。まずストロング AI というのは現在実現できていません。今後もできるかは全然わからないことですね。で、ちょっとわかりにくいんですが、汎用複数がイコールではないというところですね。この下のウィーク AI というものがあって特定の用途に投稿しているものですね。例えばゲームですね、よくあるアルファ GO とか、そういったゲームに特化しているものなんですが、そういった、特化している数人工知能を複数組み合わせてもストロング AI にはならないです。これね、あくまでもドライバーのように、まあ、人のように自分で考えて自分で行動する、そういったものになります。で、このウィーク AI は実現できて、現在実現できているものです。まず AI の中、こんなもので。次にですね、じゃあ、マシンラーニングは何なのかというところなんですが、まあ、特定事象のデータを学習してモデルを取って、それに基づいて判断や予測を実施すると、そういったものになります。で、実はですね、マシンラーニングにもですね、いくつか手法がありまして、そのうちの一つがディープラーニングと呼ばれるものですね。で、このあたりのキーワードですね、AI とかマシンラーニングとか、ディープラーニング、最近はなんかマスっていうようなキーワードになります。で、ディープラーニングは、
機械学習の手法の一つなので、その中に内包されるということです。で、ディープラーニングってこういうものですね。この話題から言ったんですが、仮想ニューラルネットワークによる機械学習の手法であるというところが、書かれました。ニューラルネットワークは何かというと、こういうものですね。神経細胞の数学的なモデル化に起源を持つ、学習機器になります。で、すごいこれ日本語が分かりにくいので、熟作ニューラルネットワークの構成とか、定期的な方法の状態ですか、よく分からないんですが、物理するとこういう形になります。何らかの入力を受け取って、何らかの出力を出す。それだけのものです。で、これをですね、数式にするとこういう感じになります。で、これの組み合わせで、こういった形で、こうつないでつないで、何層につないでいく、これがですね、ニューラルネットワークによる、学習、そういったものになります。で、じゃあマシンラーニングとディープラーニング何が違うのか、どういうものなのかということですね。でこういった形になります。で、まずマシンラーニングというのは、人間がその、普段行っている、学習ですね、例えば叩いたら痛いとか、雪が降ったら寒いとか、そういったものを学習して同様のことをコンピューターで実現させる、そういった手法とかそういった機能です、はい。で、いくつか、アルゴリズムがあって、教師あり、教師なしとか、今日はこのあたり詳細は説明しないんですけれども、もし興味があったら調べてみてください。ディープラーニングは多層のニューラルネットワークによる機械学習です。機械学習の手法の中の一つですというものになります。で、まとめるとこんな感じですね。で、今回今日お話しするのはこの、マシンラーニングの部分になります。で、今ですね、それぞれが何かっていうのをご説明したんですが、じゃあ実際これを、人間、人がコンピューターを使って実現するためにどういったことが必要なのかと、こういった流れになります。で、まず最初スタートはですね、ここですね、問題を明らかにするで、ディープラーニング、マシンラーニングを使って、何を解決させる、何を学習させて、何を、推論させる、推論させるとか、そういったところを、理解すると、明確にするというところが重要です。で、次に必要なのがこの部分ですね。まず学習させるというフェーズがあるので、学習するために必要な、データを集めて、その集めたデータを整理するということが必要なんです。この整理がすごく重要なポイントでして、整理されてないデータですね、よくわからないデータ、とりあえず集めたデータっていうのは学習には適さないという考え方があります。ただ学習の効率が、下がるとかそういった感じですね。で、集まったら、こういった形で、マシンラーニングのモデルを開発して、それに対して学習用のデータを突っ込んで学習させますと。そしたら学習済みのモデルが出来上がる。そこで学習済みのモデルができたら、そのモデルの精度を評価して、評価というところまでが一連のマシンラーニングの開発の流れというところになります。で、最後実際ですね、そのできた学習済みのモデルを使って推論を行います。で、推論を行った結果、もちろん間違いを起こします。 100% の精度というのはありえないので、基本的に例えば犬と猫という画像を渡して判定すること、そういったものでも猫を渡して犬と回答されるとか、そういったものを再度フィードバックすることで、どんどん精度を高めていく。で、これがマシンラーニング全体の流れになります。大丈夫ですかね、皆さん、ついてきてますかね。はい。で、ではですね、じゃあこの機械学習、マシンラーニングを使って何ができるのかですね。今ご説明した、モデルとか学習データとか、そういったものを使って何ができるのかというところを、ここからですね、少しもっと身近な事例でご紹介していきたいと思います。で、まずですね、マシンラーニングを適用するときの方向性というところで、こういった、ところで現在活用が進んでいますというところがあります。で、一つ目、オートメーションですね。これは自動化ですね。これまで人の手でやっていたことをマシンラーニングを使って、機械の手でやってもらう。これは単純なプログラムを組むとかではなくて、学習させてそれに基づいてやってもらう、そういったものをオートメーションと言います。あと次、エンリッチメントというところで、既存の、例えば製品とかサービス、今回ワードプレスのサイトですに対して新しい機能を追加すると、そういったところに使われます。で、最後、インベンションですね。これインベンションというのは感覚
慣れない言葉かと思うんですが、イノベーションってその、革新とかそういった内容になるんですが、インベーションというのはですね、発明とか発見という意味合いになります。結構近いんですが、ちょっと違いますというところですね。はい。で、じゃあ実際にですね、それぞれ何ができているのかというところでいくと、オートメーションでいうと、例えばですね、業務プロセスの自動化ですね。これ、業務プロセスっていうとすごいなんか仰々しいんですが、例えば何か書類を、申請して、それを承認してみたいなフローを回すとかですね、そういった時にこの承認の部分をマシンラーニングを使って自動化するであるとか、あとコールセンターの自動化ですね。これ皆さんも多分、分かんないですけど、どこかのコールセンターに電話した時に、よくあるのは番号を押して最終的にオペレーターにつながるとかだと思うんですが、そこを番号を押すとかではなくて、人の声とかを使って、フローを回していくとか、そういったことも実現できています。はい、であとは、サプライチェーンされていたとか、MA であるとか、異常検証ですね、そういったところの自動化に提供されています。で、次、エンリッチメントっていうところですね。ここ多分ですね、今回一番、なんでしょうね、ワードプレスと相性がいいというか、分かりやすい例になるんですが、例えばレコメンドというところですね。まず EC サイトで、よくある Amazon.com で何か買ったときに、この商品を買った人はこんな商品も買っていますとかっていうのが出てくるんですね。でそういったレコメンドに、マシンラーニングが使われていると。これ実際ですね、Amazon.com、最初に本をインターネットで売り始めたとき、そのときからすでにレコメンドのところでマシンラーニングというのは使っています。あとは画像認識によるサービスの付加価値向上というところなんですが、例えばその画像に何が含まれているかですね、さっきの犬と猫の例もあるんですが、それ以外にも画像に含まれている車とか人とか、そういった含まれているものを抽出するであったり、画像のシーンですね、これが室内なのかとか室外なのかとか、そういったところまで抽出して、付加価値をつけていくと。で、ワードプレスでいくと、例えばそうですね、アップロードした、画像に対してタグ付けをするところを、一旦このマシンラーニングを使って自動化するとかですね、そういったことも、できるというところです。あと、災害の予知とかリカバリーとかですね、次のアクションの予測とかというところがあります。で、3つ目のインベンションですね、これも全く新しいものを作っていくというところになるんですが、例えば自動運転カーですね、いろんな会社さんが自動運転カーの今開発を進められています。あと、自動株取引サービス、こちらもですね、結構最近増えているんですが、よくなんか100円とか1000円から株取引始めれますみたいなサービスの時に、実際あれって裏側ではですね、その皆さんから集めたお金を運用しているわけなんですけれども、そこはですね、人の手でやって 100% 人の手ではないんですけども、ね、もちろんこの機械学習を使って株価の予測をするとか、そういったところで自動的に株を売ったり買ったりとか、そういったことをやっています。はい。で、こっからなんですが、やっと本題ですね、マシンラーニングフォーワードプレスということで、ワードプレスでマシンラーニングを使うためにどんなことができるのかというお話なんですが、その前にです。まず大切なことがあります。で、これ何かというと、まずですね、マシンラーニングって目的ではないんですね。よく最近その AI とか ML とか使ったら何でもできるんでしょうとかですね、なんか社長がそう言ったからやるんですとか、そういったのもあるんですけど、まずそれ間違いです。何か課題があって、それは解決できないんですと。人の手では解決できませんと。で、そういった場合に、マシンラーニングの一つの手段になり得ると、そういったものになります。で、かつですね、何でもかんでもマシンラーニングを使うっていうのは大きな誤りです。例えばですね、よくあるのが、商品の売上傾向を分析したりとかっていう時に、マシンラーニングでなんかこう、在庫調整するとかですね、そんなことを言われるお客様もいらっしゃるんですが、それって多分 BI の方が向いてるんですね。わざわざマシンラーニングを使う必要がないです。なので、そういったところで、マシンラーニング結構複雑なので、どうしてもわからないんですと、その BI でもダメ、またルールベースプログラミングをやってもダメですと。でそういった時に、マシンラーニングを初めて検討すると、それぐらいのものになります。
で、かつですね、B の弾丸ではないです。何も解決できないこともあります。マシンラーニングをしても。結果ですね、マシンラーニングって中身がブラックボックス化されているので、人が判定する、人が見えるポイントって入力するデータと出力するデータになります。中でどういう判定をしているかっていうのは一切、人は理解できない形になります。なので、精度の 100% には絶対ならないんです。もし 100% という精度ですね、が出ているとすると、それは何かおかしい、科学習とかっていう、そういった、学習後に科学習になっているとか、そういったこともあるんですが、そういったところを疑うべきであるというところがあります。あと継続することですね。AI 使えば何でもできるんでしょう。なので AI 使ったシステムを作りたいですっていう皆さんが、とりあえずじゃあ作ってみましたと。で、それで終わるとですね、それで何も解決しないんですね。AI 使って何かやれって言うと、社長の意向は解決できてるんですけど、本来のビジネスとしては何も解決できてないというところがあります。で、マシンラーニング、一回その学習させたモデルっていうのは、すぐにどんどん陳腐化が進んでいくんですね。データが変わっていくっていう言い方をするんですけれども、世の中が変わってくると、新しい例えば商品であるとか、新しい、思想であるとか、そういったものが出てくると、そもそもその一度作ったモデルは使えなくなります。使えなくなるというのはちょっとお願いします。使えるんだけど、精度が出なくなりますという形になります。なので、精度を維持するために、変化に応じて変化させると、モデル自体も変えていくことがとても重要なポイントになります。はい。で、あとですね、ちょっとさっきの AI のことが被るんですけれども、本当にマシンラーニング必要ですかというところですね。あくまでも手段なので、これを使って何かをやりたいとかではなくて、何かをやりたいですと、それのためにマシンラーニングを使うっていう観点が必要になるということですね。はい。なぜなのかというところですね。で、ここまでお話ししたんですが、マシンラーニングやってみたいという方いらっしゃいますか？それでもやりたいですね。ですね、皆さんワードプレス使われていると思うんですけど、なぜワードプレス使われていますか、ね。で、私も考えてみたんですが、こういった理由があるかなと思います。多分ですね、まず楽だからというのが一番大きいポイントではあるんです。今更ですね、一からサイトを作るとか、一サイト作るとか、そもそも、面倒くさくてやらないんですよ。で、あとは好きだからとかもあります。多分 CMS って宗教戦争とか多分あると思うワードプレスが好きな人はワードプレスで使うのか、あとはそこにワードプレスがあるからですね、こういったコミュニティがあるから、はい。で、マシンラーニングも基本的には同じなんですね。苦労するためにマシンラーニングを使うっていうのは間違いです。なので、できるだけ楽に何かを実現したいと、課題を解決したいと、そういうことのためにマシンラーニングを使っていきましょうというお話になります。で、やっと本題なんですが、さっきの、マシンラーニングの具体的な適用例というところで、こういった形で挙げさせていただきました。で、ここからはですね、このオレンジの線で囲った部分について、AWS のサービスを交えながら、少しどういった使い方ができるかというのをご紹介していきたいと思います。で、まずですね、音声というところですね。よくあるのが、このテキストトゥースピーチとスピーチトゥーテキストというものがあります。で、このあたりはですね、広く使われてまして、例えばその Amazon Echo を持たれている方っていらっしゃいますか？ Amazon Echo 知ってますかね？持ってる人。2個持ってる人、3個持ってる人、4個持ってる人、5個、6個、何個ですね。Amazon Echo もこのテキストトゥースピーチとかスピーチトゥーテキスト、一旦テキストに変換してから、それを解析かけるとか、分析して、で、結果出てきたテキストを音声に戻して喋らせると、そういった仕組みを使っています。で、ここに対してはですね、我々 AWS からは、Amazon Poly というサービスを提供しております。
でこれはですね、テキスト2スピーチのサービスですね。で、まあ、25の言語とかですね、日本ももちろん対応してまして、水木さんという方と匠さんという方の声が使えるようになっています。であとはですね、音声のカスタマイズですね。テキストをそのまま音声にするのではなくて、まあ、SSML というですね、音声に変換するときに何か強弱をつけるとかゆっくり喋るとかですね、そういった、まあ、言語を使ってカスタマイズすることが できたりとか、あとレキシコンというですね、ちょっと見えにくいかと思うんですが、まあ、読み方をカスタマイズするとかそういったこともできるようになっています。で、例えばですね、ちょっと見た方が変わったんですが、ちょっとっていうところがちょっとね、ちょっとがちょっと早いんですけども、ここだけの話だけどさっていうところが、これでいくと、ウィスパードって書いてるんですが、ささやき声ですね。そういった形で、生成する音声をカスタマイズすることができるようになっています。で、あとレキシコンっていうところなんですが、こういったものですね。 My daughter's name is Kaya。 これ、日本人的に読むとカジャなんですが、これは、まあ、この人はカヤという名前ですと。で、まあ、下のところでですね、歴史コン定義しているんですが、まあ、これはカヤって読みますよという言い方のカスタマイズですね。こういったものも定義できるようになっていますというところがあります。で、これはですね、この Amazon ポリーはですね、実は、プラグインが実はあります。ワードプレスのプラグインですね。でまあ、このサイトにあるテキストデータを音声に変えてそれを再生するとかですね、あとはサイトから直接ポッドキャストを公開するとか、そういったものが、公開されています。ちなみにこれはですね、この AWS ラブっていうラブっていうですね、 AWS の中の SA とかですね、そういったメンバーが開発とかを行っております。で、次がですね、さっきはテキストトゥースピーチだったですが、この Amazon トランスクライブは、スピーチトゥーテキストですね。音声データを、音声をテキストデータに変換するというものになります。で、これはですね、まあ、これワードプレスで使うのなかなか難しいかなと思うんですが、まあ、音声の入力がもしあったらそれをテキストに変換してそれをどっかに登録するとかですね、そういったことが簡単にできますと。よくあるこういったマイクとかではなくて、電話音声にも対応しているので、電話の音声を録音、まあ、そのままリアルタイム変換もできますし、一旦保存しておいてそれを後から変換するとか、そういったことも可能になります。あとカスタム語彙とかですね、不当点の自動保管ですねとかもできます。あと複数の声が混ざっていてもそれぞれ聞き分けてテキストに起こしてくれるとか、そういった機能もあります。で、次がですね、まあ、画像とか動画の認識というところですね。ここもですね、まあ、こういった形で例えばアップロードされた画像の分類ですね、ワードプレスでタグつけれると思うんですけれども、タグを自動付与とりあえずしますと。でただ、先ほどもお伝えしたんですが、 100% の精度では絶対に出せないので、あくまでも例えばそのタグの候補として、入れてあげるとかですね、そういったことが簡単にできますと。であとは顔認識による認証ですね。でとあとは、まあ、動画の認識の場合だと動画のリアルタイム認識というものがあります。でこういったところに対してはですね、我々その Amazon レコグニションというサービスです、ね、を提供してまして、こちらでですね、冒頭で少しだけ触れたディープラーニングという技術を使って画像認識をしていると。でそれを API で提供していますというものになります。で、何ができるかというところなんですけれども、ちょっと後ろの方とかそもそも見えにくい気がするんですが、左上の、写真でいくと、例えばですね、ロックっていうですね、岩を検出するとか、バイシクルとか、まあ、マウンテンバイクですねとか、アウトドアですね、屋外とか、そういったことが何パーセントの確率でこの画像には含まれています、そういったことが API で提供されています。あとは顔認識ですね、写真の中、まあ、画像の中から顔の部分を抽出すると。で抽出したらそれを、さらに顔の分析までできるような仕組みがあります。この分析何かというと、例えば、ね、よくある年齢とか女性なのか男性ですとかですね、あとは、笑っているとか目を閉じているとかですね、
そういったことが、これも、精度っていう形で取れます。何パーセントということで取れます。あとは、ちょっと変わったところでいくと、有名人認識ですね。これ、ですね、インターネットメディアデータベースというですね、パブリックに公開されているデータベースがあるんですが、そこに登録されている人は、レコグニションに連携しているので、この有名人セレブリティとして認識される。ちなみにですね、そのインターネットメディアデータベースって誰でもこうコミットできるので、例えば自分の顔を登録するとセレブリティとして判定されるそういった可能性もあります。ただもちろんちゃんとプロフィールとかあるので、そこも入れないといけないです。で、あとはですね、画像内のテキスト認識、これちょっと分かりにくいんですが、 OCR ではないというところですね。なので画像からテキストを起こす用途にはまだ使えないというところではありますが、テキストのが含まれているところを抽出して、そのテキストが何パーセントの精度でこの文字ですと、そういったことを返してくれるというのがあります。で、次がレコグニションビデオですね。先ほどレコグニションは画像だったんですが、これは動画の認識用のサービスになります。で、レコグニションでできることは基本的に全て、内包しておりまして、それ以外にもですね、動画でその顔認識による認証を行うとか、あとはですね、動画ならではなんですが、人の追跡を行うとか、そういったこともできるようになっています。で、これ実際ですね、ちょっと動画があるんですが、これ今ですね、画面中にタグがオーバーレイされていくんですが、こういった形でパーソンとかですね、ドッグとかカーとかですね、あとは、パーソンでいくと、人それぞれの歩いている軌跡っていうのをリアルタイムに変換して、画面上にオーバーレイさせていると、こういったことが簡単にできます。あ、簡単にっていうとあれなんですけど、オーバーレイさせるのはレコグニションの機能にはないですから、あくまでも、元に JSON が取れるので、それを、利用者側でオーバーレイさせてあげる必要があるというところですね。で、次がですね、これどっかのカメラですね。で、玄関とかのカメラですかね。右から2人目だけがマッチ度ってなってるんですけども、この人はデータベースに登録されてますよという判定を行っていると。これもリアルタイムで行っています。これ何に使うかというと、例えばこれマッチ度の人がいたら、玄関の鍵を自動的に解錠するとかですね、そういったことができるんですね。でノーマッチの人だったら、解除しないし、インターホンをつなぐとか、そういったこともできるようになっています。はい。で、次がですね、自然言語処理というところですね。今まで、音声と、画像動画だったんですが、次はですね、言語処理というところで、ここはですね、例えば記事とか投稿に対する、感情の分析ですね。Twitter とか SNS のストリームを取り込んで感情分析にかけるようなこともできますと。あとはチャットボットを簡単に作ることができたりとか、多言語対応が簡単にできますというものがあります。で、まずですね、あまり馴染みない単語ですが、これコンプリヘンドというものでありまして、テキストに対して分析を実施すると、それだけのサービスになります。で、例えばその、投稿されるコメントですね、それに対してそのコメントがネガティブなのか、ポジティブなのか、ネガティブの方が大きければそのコメントに対してなんかアラートを上げるとかですね、そういったプラグインが簡単に作れるようになります。あと、エンティティキーフレーズの抽出というところで、とても重要な単語とかですね、そういったものを記事の中から引っこ抜いて、パラメータとして受け取るとかですね、そういったこともできます。はい。で、あと、少し変わったところでいくと、言語認識もここでできるようになっていますというところで、入力されたデータが英語なのかスペイン語なのかというのを自動的に判定してくれる機能もあります。なので、いちいちそこで、これは英語だよとかですね、入れる必要がないんですね。はい。で、次がですね、Amazon Lex ですね。で、これはですね、チャットボットなんですけれども、Amazon Alexa はですね、Amazon Echo の裏側には Alexa と呼ばれるですね、エンジンがありまして、それと同等の、深層学習技術、ディープラーニングの技術を使ったチャットボットの仕組みになります。なのでですね、これ、すごくですね、Alexa スキルっていうその、Amazon Echo にスキルを追加するっていう仕組みがあるんですが、それを作った方はですね、分かりやすいですが、同じような概念で、チャットボットを簡単に作れますというところがあります。で、そのチャットボットは、例えば皆さんのサイトであるとか、Slack であるとか、Facebook とか、例
区切りようと思ってほしいと、その反対に簡単に連携させることができると、そういったサービスになります。であとですね、アレクサスキルのモビリティというところで、スキルをエクスポートしてアレクサスキルに変換することができます。なので、チャットボットでも実現できるし、アレクサスキルも同じようなサービスを展開することができると、そういったことができます。はい。で、次はですね、この Amazon Translate ですね、もうそのままですね、翻訳してくれますというサービスですね。で、これ、上から2つ目のところですね、英語と、複数言語という記載になっているんですけれども、現在ですね、6種の言語ですね、と、英語との変換をサポートしておりますと。で、なので、一旦英語経由で複数言語の中でも変換をかけることができるというサービスになります。で、あとですね、通常のテキスト以外ですね、HTML とか JSON とか構造化テキストにも対応しておりまして、その中身を変換かけるとか、そういったこともできますというところです。あとは、リアルタイム翻訳もできますというところですね。はい。で、ここまでご紹介したサービスがまとめるとこういった形になります。で、まず映像というところでは画像とか動画ですね。で、あと音声で言うと、テキストと、テキストデータと音声データの変換、相互変換。あとは自然言語処理というところで理解とかですね、翻訳とかチャットボットと。こういったサービスを、API で使えるというところがあります。で、じゃあですね、今日前半に説明した機械学習の、こんな流れですとかですね、そういったところをもしやりたかったらどうするかというところなんですが、現在ですね、AWS って100を超えるサービスを提供しています。で、どのサービスが何、もし興味あれば聞いていただきたいんですが、今回ご紹介したのはですね、この一番上のところ、サービスというところですね。で、機械学習においては、それ以外にもですね、プラットフォームとかですね、エンジンとかインフラストラクチャーというところで、使えるサービスを提供しています。で、こういったところ、この下のところ今回ご紹介しないんですけれども、こういったものを使うことで、冒頭でご紹介した機械学習をぐるぐるぐる回しながら、どんどんモデルの精度を上げていくとかですね、そういったところを自動化することも簡単にできます。で、ただ今日私が皆さんに一番お伝えしたいこととしては、この一番上の今回ご紹介したサービスですね、この API を使うっていうのが、ワードプレスには向いていると思います。で、そもそもこれが、マシンラーニング学習させるとかそういったことも不要ですとかですね、そういったところがあるんですが、すごい、なんだろうな、機械学習、マシンラーニングって本当に苦行です。本当つらいんですね。すぐに成果が出るものでもないですし、そもそもそれをやること自体がとても、技術的に難しい内容のものになります。で、私もですね、特にその大学とかで、機械学習とか専攻してるわけでもないので、やっぱりそういった、ところからやらないとなかなか難しいというところになります。で、ただそのさっきの一番上の今回ご紹介したサービスについては、そもそもそんな知識がいりません、学習とかそういったことは考えなくていいんですね。こういったことができるサービスなので、それをワードプレスに組み込むということが簡単にできます。なので、Amazon ポリーのプラグインとかもワードプレスのプラグインもあるんですけども、他にも、例えばですね、そのアップロードされた画像に自動的にタグ付けするプラグインとかも、他で公開されたりするので、そういった形で、あるものを使っていくと、そういったな、なんかあるものを使ってできるだけ楽に、機械学習、マシンラーニングの力を使っていきましょうというところがですね、私が一番今日伝えたいことになります。あとですね、今から言う内容はツイートしないでくださいね。これ一番下のところなんですけども、今日は AWS のサービスのご紹介をしました。なぜかというと、私が AWS だからです。
で私は AWS 以外のサービスは喋れないんですね、公式が。ただ、似たようなサービスって他の、クラウドキャリアさん、クラウドベンダーさんとかも出されてますし、そっちのサービスの方が、精度が良かったりします。ただ一方的に言い悪いではないんですね。何度も言うんですが、要件が課題があって、それを解決するために最適なサービスは何なのかっていうところがすごく重要になります。例えば画像認識のサービスであっても、各社さん出されているんですが、それぞれ得意分野と不得意分野があったりするんですね。で、そこでうまく、得意としているところをうまく使っていくと、それで、課題を解決していく、そういったことがとても重要なことです。はい、ここまではついておきましょう。で、もう最後まとめになるんですが、何度も言いますが、金の弾丸ではないです。流行ってるから AI 使って何かやってよって言われたらバーカって返してください。そんな簡単なもんじゃないんですと言ってあげてください。で、人の周りには現状慣れないです。先ほど一番最初にやったんですけれども、今実現できているのはウィーク AI、 弱い AI だけで、ストロング AI は実現できてないので、頑張ってもヘビーク AI までしかいけないというところがあります。なので、我々が今やっていることをすごく楽にすることはできますと。ただだからなので、ただ最終的には人間がやっていかないといけないというところですね。あとは、さっきも言いましたけれども、マシンラーニングの知識、機械学習であるとか、ディープラで深層学習だとか、他の、機械学習の手法の話ですね、そういった知識がなくても、API のサービス、公開されているサービスを使うことで、マシンラーニングの力をワードプレスに持ち込むことは全然問題なくできます。これはもう本当に、マシンラーニングだからではないです。単純にマッシュアップするだけの形なので、それはですね、どん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 やって、今後どんどん新しいですね、なんか価値とかですね、そういったものを皆さんのサイトに、つけていただければと思います。というところで私からは以上になります。ありがとうございました。画像認識やテキスト認識って、その何か画像を見せたらタグに返してくれるんですけど、そうじゃなくて、自分がそのビジネスで興味があるものに対しての関連性がどのぐらいあるかというのは分かるんですよ。はい、まず一つ目なんですけれども、レコメンドそのものの機能は、API サービスとしては提供していません。でなぜかというと、レコメンドってあれですよね、多分そこってその中身を公開してしまうとあまり良くない気がするんですね。なんだろうな、これすごく言いづらいな。だから複数の EC サイトがあって、レコメンド機能大体最近あると思うんですけど、レコメンドのやり方っていろいろあって、その内容によって結果が変わってくると思うんですね。なので、そうなると取り扱っている商品であるとか、そういった内容、記事のレコメンドでもそうなんですけど、関連性をどう定義するかって、こういったマネージのサービスをやるのには向いてないんです。なのでどちらかというとこの下のところの層を使って、そこは苦行になるんですが、モデルを作って学習出して作っていくというところが必要だと思います。で、2つ目がちょっとわからなかったんですが、ビジネスに関連するもの、ただ自分の興味があるテーマに対してその画像やテキストが関連があるかっていうのをなんか調べたいなと思ってるんですけど、それでいくとテーマって何か、例えばブログをやってるんだったら、はい、ちょっとテーマがはっきりとか、何かのブログをやってるんだったら、インターネットにいっぱいある画像の中でそのテーマに関連した画像が欲しい、そうじゃないのはいらないっていう取捨選択ができる。はいはい、それで言うと、反対ではないんですけれども、レコグニション
って、まあ、タグが付けれるので、そのタグの中で興味があるタグが含まれているのだけを収集するというのは、そういうクローラーを作って、そのクローラーの中でレコグニションと連携して、でリアルタイム分析を行って、あ、これいるいらないっていう収集の仕方ができると思います。そのタグっていうのは、すごいマニアックな固有名詞とかが認識してくれるのかな？ですね、それで言うと、レコグニションはまず、まず仕様としては広い言葉しか認識してくれません。例えば、山っていうのは認識、マウンテンという形で認識してくれるんですが、富士山は認識しないんですね。固有名詞は基本認識できないので、そういった広い単語であればできますという回答で、現時点で言うとその、タグというかのラベルですね、それをカスタマイズする機能がないので、そこはやっぱりモデルを、画像認識のモデルを作っていくという形になります。ありがとうございます。そうしましたら、クリスチョン巻かれている方もいらっしゃいますので、本編をお願いします。皆さんありがとうございます。